こんにちは、ゆうゆうホルンです。神奈川の方からファンレターを送っていただきました。ホルンさんへ、はじめまして、小5の11歳。あ、お名前書いてありますね。うん。いつもブログ見てます。毎日の楽しみです。シンガーソングライター、私も憧れてます。これからも、ずーっと応援してます。大好き、お返事待ってます。ということで。はい、ということでね、今小5で11歳なんだね。うん。そっか、じゃあ、あとね、もう少ししたら今度6年だよね。うん。そっか、そっか、ね。俺、小5の時はね、小5の時何やってたかな？うん。音楽はね、ずっと部屋で聴いてたんだけど、うん。そうだね、この頃ね、部活で陸上部に入ってたんだけど、うん。陸上でね、走り高跳びをやってたかな？ね、ハートいっぱいで嬉しいな。そっか、いつもね、ブログ見てくれてんだね。ありがとう。じゃあなんか、たまになんかちょっとね、なんだろう、なんか違った内容のブログとかも、たまに書いてみようかな。ね、シンガーソングライター憧れてるんだね。うん。じゃあ歌を歌ったりするの好きなのかな。ね、学校だとよくね、合唱とかやってるよね。ね、どんな曲歌ってるんだろう。ね、あなたがいつか、ね、まあ、シンガーソングライターになったりとかさ、ね、こう、いつかあなたの歌が聴けたらいいな。ね、いつか聞かせてよ。ちなみにね、そうだな、俺はね、私ちょっとね、記憶が曖昧なんだけど、確か中学1年生ぐらいから作曲とか始めたかな。うん。歌詞はね、小学生の頃には書いてたと思うんだよね、確か。ね、ちょっとね、どんな歌詞書いてたかわかんないけど、うん。俺もね、こう自分の歌がすごく作りたかったんだよね。ね、いつも応援ありがとうね。これからも頑張るからね。はい、ということでございます。ね、応援してくれてとっても嬉しいな。うん。ね、これからも新しいね、歌であったり、ね、動画であったり、ね、ブログであったりね、どんどん届けていくからね、楽しみにしてください。うん。ね、もちろんこのね、動画だけじゃなく、あとでブログの方にもね、今こうやって動画でお話ししていないこともなんかね、こう書くから、うん。ぜひ読んでください。ね。こう書いてくれたお手紙ずっと宝物にするからね。うん。ありがとう。うん。ということで、ゆうゆうホルンでした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。